どうも、ヒルザレトです。それでは、デスストランディングやっていきましょう。まずは、飲むところから。いやー、 25% まで加算してプライベートルームから出ましょうかね。これじゃ約束と違う。あなたは BB だけなら助けられるかもしれないと言った。まだ返せない。もう少し時間が必要なの。私を信じて。最善は尽くしている。あれ、また BB を繋いだら階層に繋がったみたいですね。サム、一つ言い忘れていた。何何。 BB はストレスが増えていくとやがて自家中毒を起こしてしまう。だが BB のストレスを減らしてやることもできる。どうやって。そうだな、時々様子を見るか、あるいはポッドを静かに揺らしてあやしてやるんだ。へえ。ところ BB の調子はどうだ。ああ、一つ聞いていいか。どうした。 BB をつなぐとき何かが見えるんだ。見える。どんなものが。誰かがこっちを見て呼んでいる。知らない顔だ。それにどこかの部屋、誰かが会話をしているようだが脈絡がない。だから言っただろう。やはり BB の記憶があんたに向かって逆流しているんだ。幻覚を見せている。いいか、BB は28週間前後でステルマザーから摘出され、そのまま BB ポッド内に移される。生命として誕生する前にな。その段階で成長が止まる。だがこの時点で視覚や聴覚などの五感はほぼ形成されているんだ。 BB が受容していた刺激や情報が体感した記憶となってあんたの神経系に逆流したと考えられる。じゃあ、あの男は誰なんだ。さあな、医療スタッフか製造時の関係者かもしれん。それは装備として何度も使われている。多くの人間に接触しているから特定は難しいだろう。何もわからないのか。BB は以前研究されていたらしい。だが長い間封印されていた。 BB の中身はブラックボックスだ。原理もわからず使っているというわけなんだ。俺なりに研究をしているんだが、何せ過去の記録もほとんどない。ブラックボックス使ってんのか、怖いね。何か分かったら知らせるよ。はあ。いや、なかなかよね。そのブラックボックスのものを使えって言って、その幻覚まで見えるってなかなかのもんだよね。動作テストをしてみたんだ。カイラルノードの観測やホログラムは異常なし。はいはい。だがカイラルプリンターが稼働しない。そうだ、せっかくあんたが素材を運んできてくれたのに。すまない、こちらのミスでプリンターのユニットが納品されてなかった。プリンターをカイラル通信に接続する装置だ。どうも納品の途中でミュールに持ち去られたようだ。範囲を絞ることはできたが、ミュールのテリトリーだから近づくことができない。あんたの腕を見込んでお願いだ。ミュールの怪獣か。あんだけ避けてきたのに結果倒すって。プリンター、これメインね。カエラの結晶を回収しろ、どういうことだ。これとで、オッケーと。今回この2つやりましょうかね。ママが建設装置に簡易観測灯を加えてくれた。ほう。この建設装置を支給品として追加してある。必要に応じて使ってみてくれ。もう背負うしかない。
あ、プライベートボックス入れとけば後で全部引っ張ってこれるのか。そう考えるとだいぶプライベートボックスは便利だね。あ、はははは。その装置の中に格納することができる。え、そんな小さいもの。怪談結晶について分かっていることを伝え。ん？ハートマンもしかして。それからまるで人間の手のひらのような形をしている。本当だ。この結晶の影響のせいでその周囲の小石が浮いているはずだ。それからもう一つ、時雨が降る場所に出現しやすいんだ。いいか。なるほど。時雨が降る場所、周囲の小石が浮いている金色の手形、これを手がかりに怪談結晶は探せるはずだ。優れた観察力があればどこかで見かけた経験があるだろう。そうだね、見つけてたね、あれか。でもってあのハートマンあれだね、あの小島監督とツーブロの対談の時に着てたワニちゃんの格好か。はあ、頑張るぞ。武器のロックを解除します。おお、やっぱ乗れないんだ。さあまず先に結晶の方行くか。スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証。そうしよう。で回収してしまって、ミュールがねちょっとめんどくさそうなんだよね。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。武器のロックを解除します。でこれはトイレ。あ、そういえばグレネード作らなかったね。まあいっか。やっぱ作ろう。もし試せるなら試してみて変化見てみたいよね。では武器を強制的にロックします。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。スーツに付着した怪談物質を洗浄。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。あ、作れねえ。納品。いや、戻ろう。行ってらっしゃい。頑張ってください。頑張ってください。さあ、カイラル結晶はどこにあるかな。武器のロックを解除します。ミュールの連中は奪った荷物を自分たちの縄張りに持ち帰る習性がある。はいはい。彼らのポストを探し出し荷物を取り返せ。単純なことだ。だが気をつけろ、彼らは武器を持っている。戦闘が避けられない場合も想定しておけ。こっちの武器は？なんかその感じとなさそうだな。ストランドね。了解。もうちょいあっちか。誰かボックスを。いいか、サム。ミュールの集荷基地に近づいたら、簡易観測塔を使って連中のポストの位置を確認するのが有効だ。観測とね。でもさ、こっちがミュールか。
まあどっちにしてもって感じだね。ああ、道具持ってないから検知されてないわけか。じゃあここ。四角は攻撃になるんだ。建設物完成しました。さあ起動といきますか。そういうことじゃない。ミュールの基地に近づいたら連中に見つからないように行動するんだ。目立たないように姿勢を低くゆっくりと移動しろ。なるほどね。でもそれ持っていくとっていう感じだね。ミュールブーツとかあるんだ。へえ。ここら辺を後で回収しよう。ん？特急？さあこれ、ああ下も行けるね。どっちがいいんだろう。ちょっと上から様子見てみようか。ああこれ他人のがあるって本当大事だね。あそこにブーツがある。ってことはこっちではなかったってことか。さあさらに下に行きつつ、さあでもそのミュールはいない感じだよね。あ、変えられる意味なんとか。さあおとなしくね。ああなるほど、アンロックして盗むと。はあ、盗むはちょっとあれだ言い方が悪いな。さすがに重いか。よし、これでいこう。ちょっと他に欲しいなって思うんだけど、これ欲張るとダメそうな気がするから。おお、解除して解除して。今それじゃない、使いたいな、それじゃない。よしよし、とりあえず上上がろう。
いや、そもそも上上がらなくてよくね。さあ、外してバランス取りながら。でさ、これ上の高さもあるけどさ、これもしかして高さも影響するのかな。そうなるとなかなか荷物運びが難易度面白いね。さあさあ、次だ次。いやー、これでも移動のトラックやらバイクあったらほんと楽だろうな。さあ、117ギリ、これ以上は無理だね。いやー、120以上耐えれるようにならないかなと思ったら、カエラル結晶もそこあるね。とりあえず目の前の取ろう。お、危ない、今落ちたよね絶対今落ちたよね。いや、もろバレるっていうね。さあ、これだね。カエラル結晶ゲッチュー。ああ。なるほど。そうだな、使おう。固定できない？反対側につながらないってことか。意外と。意外とシビアなのね。うん、これでいいや。さあさあ、これで進んでって感じだね。あ、はいはい、これね。意外と便利だね。なん絶対、あ、そっか、そういうことか。下だね。あ、上に行くんだ、不思議だね。まあ、ここら辺はもう仕方ないか、仕様だし。へぇ。配送する荷物の仕分けやシステムの運営は AI、 配達はドローンが担当していた。人々は配送業務から完全に解放された。あー、うん、アマンドね。以前から言われていたようなシンギュラリティが起きなかった。自動化を極めた反動が起きた。人が不在の配送やサービスは人を不安にした。そこで配送システムの運営も配達も以前のようにやはり人が関与するように変更されたんだが、それが配達依存症を生んだ。ミュールの生きがいは荷物だ。他人の荷物を奪って生きている。ミュールにとって配達人は格好の生きがい。荷物を取られてはならない。なるほどね、依存症の人たちなんだ。まあでも確かにシンギュラリティが起きればそういうことは起きるよね。 AI ばかりの世界だと確かに起きることだからね。結局その仕事が取られるっていうか、なんて言ってかな、存在意義がなくなってくるから、やっぱそういったことを考えると存在意義が欲しくてっていうのはもちろんあると思うね。まあでもそう考えるとこのゲームはそのあたりが本当よく考えられてるねっていう気がするよね。こう世の中の情勢の変化っていうか、それはすごいなと思うね。
いやー、それはそれとしてゲームとしてやりごたえは十分あるね。サム、はい、ファイナル決勝は通常の荷物とは受け付けが違う。お、リサイクルを選択する。リサイクルね。決勝を納品するには対象端末からリサイクルしてくれ。いや、さあさあ、あれなのよね。でもって靴がさ、今使ってるのがレベル1でしょ。あ、壊りやすいんだ。危ない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 。さあ、端末にアクセスすれば無理やりにでも。さあ、これで変えられる結晶、あ、そんな感じになるんだ。へえ、まさに結晶だったね。変えられる結晶をくれるのか。どうぞ。変えられる濃度の高いところに現れると噂に聞いた。変えられる通信がつながった影響なんだろうか。頑張ってくれたな。貴重なサンプルだ。大事に扱うよ。そんな少なくていいんだ。B。まあまあまあ。施設へカイラル結晶を撤去。配送センターなどの各施設に保管された素材は機材の作成に使う。ほう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 。じゃあどんどん。お手伝いしていって、なんか変えないといけないね。おー、サム。はいはい。親密度が上がったようだな。そのようだな。警備員、マッチョ。マッチョってなんだ、マッチョって。お、めっちゃ増えたアイテム。あざす。さあ、スキルぞ。ハンドラー。お、なんかくれるの。ケースリペアスプレーは荷物ケースに吹きつけて使うの。ほう。時荷物ケースが傷んできたら試してみて。へえ。武器装備作成のリストにも追加したから、必要な時は作成してね。マジか。ってことは手伝いに手伝って、じゃあまたな。いいものもらうって感じか。おう、ハートも。結晶は階段濃度が高いところで多く出現するようだ。階段通信の稼働の影響もあるかもしれない。だが周辺地域のカイラル濃度は想定値の範囲内だから問題ない。今後も見つけたら採取するといい。君にも有用なはずだ。まあ何か使うのであれば手に入れたいね。カイラル結晶を見つけたらリサイクルすることができる。その他の素材や不要品も各配送端末で受け付ける。どれも貴重な資源だ。再利用に回したり、あるいはさらなる機材開発に生かしていくこともできるだろう。じゃあどっちみちあれだね。てかミュールから奪う方が早いんじゃね、もしかして。そう、一旦渡せるものを渡しとこうか。でもまだ足りない気がするんだけどな。これで足りるのかな。これでやっと変えられるプリンターが稼働する。あ、 OK みたいだね。苦労をかけたが、この装置はあんたの役にも立つはずだ。助かった。目立った傷もない。これからは気をつけるよ。
そうしてくれ。そうだね、数が足りたのかどうかなんだよね。あ、S か、じゃあ足りてたんだ。サム、やったね、靴は壊れたね、壊れそうだね。靴の消耗は早いはずだ。そうだね、配送の途中で靴が壊れたら命取りになる。裸足では負荷も大きく、足の怪我も避けられない。あ、怪我があるのかな。そこでリストにブーツを追加してもらった。ブリッジズ正式仕様、君の足に合わせてやる。常に予備の靴を持ち歩くべきだ。もし不意に壊れてしまったら、各施設の配送端末で武器装備作成ができるぞ。いいね。じゃあわざわざミュールが足りなくてもよかったね。橋、え、橋作れんだ、すげえ。いいね、もいい感じに上がってきたね。サービスと数量はサクサク上がる感じだけどね。素晴らしいよサム、カイラルプリンターを扱えるようになったな。そのようだね。説明しておくが、カイラル通信はリーチを通信経路として利用するシステムだ。無時間による大容量通信が可能なのはリーチを使うからだ。知っての通り、大容量データを送るには処理時間膨大にかかる。カイダル通信というものはある種のタイムマシンではないかと考えられている。つまりカイダル通信はデータを過去に送っているのだ。だが今のところその原理の全てが解明されているわけではない。ビーチのこともカイダル通信も。その意味では私たちは火を手にした原人と同じだ。役に立つが同時に危険も伴う。そうは思わないか。十分に理解しないままそんな道具を使っているんだからな。 BT はビーチがなければ来なかったはずだ。だからビーチの研究は私に、私たちに成果をもたらしてくれるはずだ。そして君ももちろん必要な研究の対象だ。私にって言ったよね。君も伝えていくつもりだ。これからもね。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は。依頼か。リサイクルできるものは、これまとめて選択できないのかな。あ、できたできた。これとこれとこれ。ミュールのブーツはちょっといいかな、重さがね。で、複数選択してリサイクル。おお、できたね。これで OK。 ありがとうございました。必ずこの写真が出てくるんだね。で、ああ、それなりに増えたね。あ、素材をもらうってこういう風にもらえるんだ。あ、でもすげえ消費するな。受注サムシミ以来橋を検査。ああ、ここら辺まだそうだね、まだチュートリアル的な感じだね。これとこれ、まあ受注するしかないよね。建設装置に橋を追加したわ。建設装置で土台を作成して素材を追加することで橋を架けることができるの。ほいほい。川や崖に架けると移動が楽になるはずよ。一度そうだね、確かに。そのありがたみが分かってもらえると思う。試してみて。ほい。で、金属800か。ケアスプレーはって感じだね。所持品。橋、武器、建設、靴ね。まあ受注はするんだけど、あ、もう取れってことか。建設、
まあとりあえず。最適か、これで行ってみようか。ちょっとどうしよう。おうまそう。でもやっぱこのゲームはさ、このもどかしい感じをこう堪能する感じだよね。全然いいんだけど。行ってらっしゃい。おいほい。ではサム、橋を建てるために建設予定地へ向かってくれるか。現地スタッフがすでに土台を建てた。必要な素材もある程度は収めてある。へえ。必要な残りの素材を橋の土台に収めてくれるか。で、それはどこに？こっちが、電気供給で、ミュールポストじゃない。橋のポイントはどこだ？あ、めっちゃ地形じゃん。もうそこじゃん。橋、ほぼ何もしなくていい感じだね。さあ、ちょっと。意外と距離、そこまでなかったな。さあ、コンセクションゾーン。建設予定地に着いたか。着いたよ。橋の端末にアクセスしてみてくれ。さあ、完成。これと、これとでいいのかな。さあ、ハンコックから80いいねもらったね。おお、すげえ。え、これ完成すんの。もう箸できたね。いいね。さあ、建設完了と。まあ、S だろうね。見事だ、サム。完成した橋は皆で共有することになる。今後、他の配達人たちにとっても重要な通行拠点になることだろう。今後も通行が困難な地形があったら、まず橋を架けてみろ。へえ。まあ、そういうことできるよっていう話だね。あとは、こっちだね。たまには、やってみるか。ただ、これ嫌な予感がするのが、BT が出てきそうなんだよね。さあ、カイラル結晶を手に入れながら、所有できる数が決まってんなら手に入れるだけ手に入れてしまってっていう方がいいよね。まあ、ただあとは BT の危険もあると思っとけばいいよね。えい、ゲッチュ。あ、落とし物。書物だ。結構重かったからね、この書物。あ、でも今回はそうでもない。へぇ、そこ置いて。
ちに橋はあるけどね。さあさあ、どんどん走って進んでいこう。銀座から遠いな。どうかな、結構第2章に入って長くなったね、流れがね。悪くはないんだが、強風、へえ、風の影響を受けるのか。靴はもうちょいギリギリまで使おう。おー、すごいすごい風が。よし、あれなんだ、まあいけんか。プライベートボックスか。どうぞ託して。さあ慕われる配達人。まあまあこんな感じでどんどんね、配達はしてっていう感じだね。ただ重量がさ、どうしても影響することではあるからさ、やりきろうかなっていう時以外はあまり気にしなくてもいいねっていう気がするんだよね。さあ、そこにもベンジャミン・ハンコックの建造物だね。雨が激しく降ってきたね。これ合ってるのかな。合ってるね。おーおーおお、早い早い。まあ落とし物ではない感じはするけど、意外と森の中はカエラル結晶は落ちてない感じだね。どうも96、これ以上ちょっときついかな。ここで出てくるか。
やっぱね、来るか。可能性としては森の中だったりとか結構多そうな気がするね。じゃないとさ、意外とね意外とね、しけえな。さあステルス同行じゃないもんね考え方としては。ああ、そっちにもいる。うわ、めっちゃ地形。回転したときはやばいね。パカ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 って、おお、めっちゃいる。そのまだパカパカしているときはいいとして、こっからだよ問題。あ、バレた。やばい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 。逃げろ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 。やべ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 。振りほどく振りほどく。まず両踏ん張って。振りほどいて。うわー、やっぱ持ってかれるか。さあ、さあ、ただこの戦闘パートになった時の問題が、どうやって倒すのかが分かってないのよね、正直なところ。もうこれは逃げる、逃げるのも正解なのかな。それさえちょっと分かんないな。ただここ、あ、抜けれた。あ、 BB をやつ BT の座礁地帯を抜けたな。抜けたね。合衆国が崩壊したのも、我々が孤立してしまったのも、全てはデスストランディングのせいだ。
分断された世界で生きていくことはできる。だがそれだけではダメなんだ。このままでは明日がない。そうだね。我々が次の世代まで命をつなぐためには BT やデスストランディングの脅威を乗り越えなければならない。おう、ダメダメ。到底 BT をちょっと操す。これすごいね、モーションコントローラーセンサーで動きゲームね、下の魚が超気になるけど、かわいいな。はーい、はーい、パパですよーってさあさあ。で、結構ね、これ思ったよりね、振らないと反応しないね。いい子いい子。さあ、ご機嫌になったね。行こう。で、まあ逆方向行ってるんだけど、ちょっと変えられる結晶だけ欲しいな。危ない。なるほど。スタミナが切れるともう、ほんと、落としやすいね。これはちょっと、ゲッチュ。あれとっても進もう。ああ、でも、1個でかなりのグラム数手に入るんだったら、そこまでなんか集中的に集めなくてもいいね。よし。さあ。いやー。スタミナ大事。あっち側にもあるね。取っていこう。あー、やっぱこう寄り道したがりの人とか、これはやってしまうね。時間かかるね。まあただ今回ちょっと襲われたんでね、 BT にね。よし、それはやると、ここまででいいや。よし、満タンになったかな、この感じだとね。さあ、ピオトルもちょっと捕まえとこう。そりゃまずいだろ。よし、プラス2個、300いったね。ピオトロは、まあ、いいか。いろいろ見えてきたね。そろそろ目的地近いね。いいことや。いやー、救いたー。おお、なんかすげえ。ここは何になるんだ。まあ、シューズもね、ちょっと変えないといけないねっていう感じだね。さあ、納品。まあまあまあ、逃げ切れたのはでかいね。納品。さあ、どうだ。
物を納品します。ありがとう。カイラル通信で配送センターに電力供給ができる。おお。すればその先にもここでできた電力が UCA の役に立つんだ。荷物の状態は？信じられない。え、どっち運んできたんだ？ん？どっちどっち？あ、綺麗だったってこと。 13% ってことは、うん、じゃあね。あ、でも100はもらえなかったかな。あ、でも S ランク取れたね。安全性はいい。サービスが高いんだね、僕のやり方は。通信が繋がってくれたら完璧だ。さあ、さあ、ありがとう。うわー、めっちゃ寒い、汚れてる。これは戻ってプライベートルームでシャワーだね。まあ頑張っていくからね、さっきね。いやー、さっきの BT 戦なしで行きたかった気がするけどな。さあ、これで開発通信もつながったと。通信の通信量は建設物を建設すると消費する。親密度が上がればその分割り当てられる通信量も増加してもらえるだろう。さあ、4つ目ですね。意外とトントン拍子で。ドラーって音が気持ちいいね。電力供給は問題ない。ありがとう。いいえ。そういえば第二次遠征隊は全滅らしいな。え、俺は遠征隊の仕事をしているんだ。あんたはすごいよ。きっとアメリは今頃エッジノットシティに着いた頃だろう。俺たちはアメリに託されたんだ。俺は第一次遠征隊の後発部隊だった。だからアメリに会ったことはない。でも参加できたことは誇りだ。お願いだ、アメリによろしく伝えてくれ。サブ、ちょっといいか。どうした？あんたの血を調べた結果が出たんだ。あんたの読み通りだったよ。あんたの血液サンプルを BT の座礁地帯に散布してみたら、奴らの活動が弱まったんだ。まさか。あんたのような機関車がいない。あんたが実際に試してみないとわからないが、機関車の体液は BT に何らかの影響を及ぼすのかもしれない。そこでママがこれを武器に応用すると言ってくれた。試作品がもうすぐできるはずだ。ぜひあんたにこれを試してもらいたい。サム、だとするとこれは好都合だ。そのエリアのカイラル通信接続まであと一歩。残りはポートノットシティのみとなる。キャピタルノットへ戻り、ポートノットへの支援物資を調達してくれ。まあその頃にはママの試作機も完成しているだろう。それからもう一つ、その発電所に配達人が行くのは稀なことだ。もし依頼があったなら配送を請け負ってやってくれないか。帰り道は。そんな珍しいんだね。それはそれでもったいないだろう。その端末で依頼を。まあ受けろよっていう。新しい。若干圧が来ましたね。はい、納品。まあでもいろいろとこう配達依頼してるだけでポイントもらいつつっていうのだと結構美味しいよね、リサイクル。施設へ素材などを渡すとその施設で保管できる量が増える。各施設に保管する素材は各施設で管理保気をつけてくる。ほい。カイラル結晶、まあちょっと渡しとこう。これとカイラル結晶とか結構珍しいんかな。
まあでもそういうわけでもないもんね。さあ、武器生成。これが発電機か。カイラル通信がつながったおかげで電力供給インフラが確立できた。ほうほう。さらにそのおかげで建設装置に発電機を追加することができたの。発電機を立てればバッテリーの充電ができるようになる。使う機械やバイク、車にも充電できるわよ。マジでバイクもこれで乗れるようになるのかな。オッケー。おお、面白いね。じゃあ受注して。サム、いい。地面地上の受注、これはあなたにしかできないサム指名依頼。サブクエスト的なもんか。どれも配送届ければきっと。ほいほい。じゃあせっかくだし。サム。ほいほい。概要をよく。素材量が保管する素材量が増加する。これ来たところ全部戻っていく感じだね。そうだね。椅子、はしごはちょっと一個欲しい。ケアスペルもちょっと一個持っとこうか。意外とね。ただね、気になったのがあって、このさ、課金属とかこれいらないんだよね。出動はしなくていいん、まあ、いや一回しよう。ご提供いただきありがとうございました。リサイクル仮定してないかもな。多分そうだね、配送するようだね。でね、ちょっとね、気になる場所が一箇所だけあって、もしサーバーが一緒だったら、ツーブロの音じゃさんのね音じゃさんのねやつがね、あー、ないかー。メモリーチップ道中でメモリーチップを見つけたら配送端末を使って渡してほしい。メモリーチップにはレアなデータが入っている。きっと誰かが欲しがっているはずだ。まあ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 、今回ここまでにしましょう。なんだかんだね。あ、靴はもう履き替えとこう。ちょっとちょっと危険な状態なんでね。で、ケアスプレーも、これそう、どうやって使うんだ。あれ、L2で構えて、ああそういうことね。じゃあいいや、まだいいね。着く前ぐらいで使えばいいかな。よし。はい。ということで、今回ここまでにしましょう。で、次回は今度荷物を戻した後からにしようかな。始めるのはね。結構、大変かなと思いますんで、ストーリー重視でいきたいなっていうところもあるんで、戻るのは、そうですね。まあ、取りながらちょっと考えたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回会いましょう。ほんじゃ、またな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。